サンデーモーニングですけども、久々でしたよね、この高橋淳子さん、今日はね、この高橋淳子姉さんが登場ということなんですけども、はい、高橋さんといえばね、こんな感じの精悍な顔つきをした朝日新聞の政治部の次長、局長、次長でしたっけ、まあ、そのぐらいの非常に重要なポジションにいる方なんですけども、あのね、この高橋淳子さんって言ったら皆さん覚えていますかね、まあ、でたらめなことを言う人なんですけども、なんといっても有名なのはこれになり ありますよ覚えていいるでしょうかとはい、これはね、彼女があこの朝日新聞上にこう書いた記事なんですけども、実はこれはね、彼女のとんでもない意見を、を意見発言を受けて、それに対して反論したといいますかね、まあ、言い訳をした記事なんですけども、これ、何言ったかと言いますと、北朝鮮がですね、テポを飲んでも何でもいいです、一発日本に撃ってきたとしますよ、そうした時にね、なんて言ったか。 一発だったら五社かもしれないって言ったんですよ。五社ですよ。日本に核弾頭を積んだミサイルがですよ。東京に落ちたとしても、いやそれはねん、ミスかもしれないと。ちょっと冷静になろうやってことを地上波で平気で言ってるんです。 もうめちゃくちゃでしょ。もうこの時点でもうありえない人だってことがわかるんですけども、それをね、あの、百田直樹さんとかいろんな人にね、言われて、当然普通のネット民も騒ぎましたので、いい加減しろと。ところが、この左派の人たちというのは、平然とした顔をしてるんですよ。そして、あろうことか、朝日新聞上でこんな言い訳しちゃってるんですよね。これ見てください。えー、これはね、どなたかからこれ書いたものをちょっと引用しましたけども、赤枠ね、書いてくれました。えー、一回読んでみましょうか。作家の百田直樹氏は、 もし北朝鮮のミサイルで私の家族が死に、私が生きていれば私はこういう組織を作って日本国内の敵を潰すぞと。昔、朝日新聞は北朝鮮からミサイルが日本に落ちても一発だけなら5社かもしれないと書いたと。これ高橋純子さんが書いたんですよ。信じられないかもしれないが、これは本当だと。今回もし日本に北朝鮮のミサイルが落ちたとき5射かもしれないと言ったら、社長をうーんにしてやるつもりだとツイッターに投稿した。あら大変と。 なんですか、これって。あら、大変と。こんなふざけたこと書いてるんですよ。そんな記事、本当に書いたのかしら。北朝鮮、1発だけ5社でデータベース検索したけども、結果は0件、永遠の0件。100多市の過去インタビューなどから類推すると、おそらく2002年4月20日の朝日新聞の武力攻撃事態ってなんのことだと思われると。で、次です。 ミサイルが飛んできたら、いろいろ書いてあるんですけども、私は確かに誤射という表現はしたけども、北朝鮮でから発射されたら誤射だよとか、具体的な地域や地名は言ってませんよ、一般論の話ですよ、だから私は無実ですよって言ってるんですが、はい、もうめちゃくちゃってことはわかりますよね。もうとんでもない、これは女ということになるわけなんですけども、これはその当時のね、えー、あれをちゃんと見ればわかるんですが、 北朝鮮のミサイル問題の中で出た話ですから、そんなものは常識的に考えて、これは北朝鮮から一発撃たれても誤射だということを彼女は言ってるんですよ。ところが、えー、記事の,あの記録を見ると、具体的なことは言っていないと、主語にそんなことは書いてないよってあ、前の段階で北朝鮮の話をしてる、いやいや、そんなことは私は触れませんと、それ書いたらやばいからねってことを平然と言ってるんですよ。それをあら大変とかね、そんな言葉でやってるんですよね。もうね朝日新聞がもう うこうして凋落していくっていうのはよくわかりますよね。あれを見て、まともな神経であれば読者離れますよ。これ、安倍さんが亡くなった時のあの川柳もそうですよね。まともな神経の日本人が見ればとてもじゃないですけども、こんな新聞おかしいと思います。本当に一部の極性頭が完全にいっちゃったような人間だけを相手にしていると、もうそういうことにならざるを得ませんよね。 そんな高橋純子さんが久々に登場してくれました。まあ今日もね、いつも通りやってくれましたので、私はね、彼女は大好きなもんですからね、1ヶ月にいっぺんぐらいは出演したいと思いますね。さあそしてお次は、はい、えー、青木りーさんですけども、平常運転でした。以上。さあ、で、これね、ちょっと関係ないんですけども、今回ね、こんなニュースもやってましたよね、ちらっとね。はい、例の北 北海道なんですけども、安倍首相が演説している時に大声で妨害していた連中がいましたそれを警察に排除されたことを訴えたとでなんと札幌地裁が原告の,、ねあの,あのえー、勝利の判決を出してしまったと。 びっくりしましまたけども交際でね、ねやっとまとままもな判決がりましたでこの被告の原告ですか、大杉さんなんですけども、安倍の亡霊にやられたというね、そんな発言してるんですよ。で、これはその当時のこれ友人が撮った写真となっていますね。で、えー、これ、彼にとっては、私はこうやって演説に対して、民主主義としてね、普通に行われているヤジを飛ばしたんだと、そうしたら警察にこのように排除されたと、うわ、日本は独裁国家だ、恐ろしいってことをこう騒いでわめいてるわけ なんですけどもこれはもう皆さんお別れですよね野次じゃないんです妨害なんですよ何やってたかというと阿部やめろ阿部やめろって あれですよつまり安倍先生の話を聞きに来てる人がいっぱいいるわけですよね。その人たちが聞けないんですよ。安倍さんの話を聞いた上であなたは間違ってる私は反対だっていうんであれば何にも悪かれません。それはどんどんやってください。でまたヤジを飛ばすんであればヤジという名に値するものをやってくださいよね。昔ありましたよね。あのののののの民民主党党岡田克也ささんが演説中にね見てくださいこここシャッター街,のこの街をこれは全部自民党のせいなん だってやったところそこに絶妙のヤジが入っていやイオンのせいだジャスコのせいだろうっていうふうにねそれで周りから笑いが漏れたというねでどうもねこれはちょっとなんか、えー、なんかねあの捏造されたなんかインチかね誰かネット民がおふざけで作ったみたいなニュースも流れていましたがじゃあ仮にこれがね嘘でも本当でもいいですよヤジというのはこういうものを言うんですよ思わずねくすっと笑ってしまうもしくは 演演説説内容にに合致しししたたここうの手ででょこれがですよところが違うんです。妨害してるんですよ。ところが、これは三文を含めて、この大杉さんもそうなんですけども、単なる選挙妨害、応援妨害ね、演説妨害をしていることを自由を踏みにじられたというふうに言い換えてるんです。 で我々はねこんなバカなことは分かってますから騙されませんけどもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかねよく分かってない人っていうのはなんか警察がねこういう民主主義を潰してるって映って ちゃうんですよまあ、ですから、こういったね、YouTube とかいろんな Twitter で違いますよということを地道に発信していくしかありませんね。そして、こんな問題もやってましたね。まあ、これはあの違うニュースになりますけども、例の不法外人のね、話なんですけども、3問では絶対やりませんが、まあね、テレアスのニュースとはちゃんとこういうニュースはやってるんですよね。はい。1, 人近くが過去に有罪判決を受けたと ね、こういう実際のこ話がありますと。でしかもね、えーはい、問題はこれですよ。次ですと。1000、え、人、ー、も有罪ーー判決を受けているんですが、薬物事件が最多で中には、ね、10懲役10年以上、これはもう、ねえー、完全にやっちゃった事件ですよね。判決後に難民申請と、とんでもないのが紛れこって混んでるわけなんですよ。そうでしょう。 でこういう人間がいっぱいいるのになぜか三ンモを含めて極左の皆さんは外国人の人権が踏みにじられているなんな入管法改正これは絶対おかしいってやってるわけですがまあもうむちゃくちゃとしか言いようがありませんよねですからねこの実態というのを三ンにもねちゃんとつまびらかにした上でこれを取り上げてね この問題と、ウィシュマさんのような、ああいう事件は、あれは絶対起こっちゃダメなんだと。あれダメですよ。ああいう事件が起こっちゃダメなんだ。でも、こういう実態があって、不良外国人がわんさかわんさかたくさんいるんだと。明らかに今の難民申請の制度はおかしいだろうということを、 それをね両方ちゃんと並べた上でやればいいんですけども当然彼らはこういう都合のあることは絶対に流さないといういつものやり方をしているわけなんですよねさあ最後なんですけども松原さん私ね松原さんというのはこの三文字の中では一番まともなメンバーだと思います皆さんもそう思いませんかねあのいや基本的には左ですよでもこの中ではまともなんですよで今日の三文字なんですけどもデニー知事沖縄県知事のデニーさんの外交に 研究ししたた部分がありましたここでどんな話をしてたかと言いますとデニーさんが沖縄県庁内に、えー、外国なん,たなんたら対策室っていう要はね国がまともに話し合いをしてくれないのでやむにやまれず我々 県レベルでね、その庁舎内に外交,の外交室というのを作ったと、これ外交室って結局中国ですよ。中国と仲良くしましょうっていうところに過ぎないんですけども、そういうものを作ったんだということをまずね、この松原さん、紹介をしたんですよ。そしてそれに引き続いて、7月にはデニー知事が中国に行って 話を実実際にししててくるんんでですすここの2つのつ事実を今こうやって説明したんですよで私も、ね、ここまで聞いてうわこっからもうデニー知事を称賛して中国を称賛して岸田卸に入るいつものパターンかなと思って聞いていたんですけども、まあ、そこはね松原さんまだ両親がしっかりあるんでしょうねこういう事実があるんですけどもただ気になる点もありますとえ中国というのが最近ね沖縄というのは あね、日本に帰属したと別にそんなこと決まってないよねって誰がそんなこと言った確定してないじゃんってことを言ったりとかねあるいはあとにかくあの中国の大手マスコミというのがね、えー、沖縄というのはこっち向いてるよね。 我々に帰属してんじゃないの？っていうことを公然と報道し始めていると、これはおかしいと思えない。あまあ、おかしいというか気をつけなくてはいけない。我々はこういう事実も踏まえながら、沖縄問題を考えていかな。くちゃいけないんだということを。松原さんは今日の山門にで言ってました。これは正論です。でね、この部分だけを切り取ると両論併記しているんですよ。 であのー、あの保守っていうのは左、ね、派とは違ってバカじゃありませんので、我々っていうのはちゃんと平等に見ます、だから今の松原さんの意見っていうのをちゃんとねこれ,、あのー、これ平等に見てみると、今のように外交室を設置したという、これは事実です、でデニーさんが中国に行くというのは、これは事実ですで、ここまで何も間違ってませんね、ただ危険性として中国がこのようなプロパガンダを行っているので、デニーさんは気をつけた方がいいよね これは平等な観点ででのアドバイスですよね。だからこういうことを言った上でねこういうことを言った上でいやデニーさんね、えー、基本的に私はデニーさんの方針は正しいと思いますよこうする。 べきだって言うんであれば私はねそんなに違和感は感じませんあなたの考えはあこれはデニーさんよりで左派ですよねでも実際こういう懸念があるってことは伝えてますよねとそして、えー、闇雲にねデニーさんを持ち上げて万歳万歳するということもしていませんよねと僕は思っていますのでこの辺りというのはちゃんとしているかと思いますけどもね皆さんどう思われるでしょうかねでただこの三問二というのはもう前度のことなんですけども今日も、えー、もう呆れ顔で見てましたがまあ高橋純子さんはこれボ そうしししていましたし全体的にもおかしなことはいっぱいこれありましたよね。昨日でしたっけジェンダーのあたあのいつもの問題が出たじゃないですか。日本が125で非常にね、あの低い方にいると何をやってるんだ北欧を見ろっていうまたの北欧ですよ。北欧なんていうの皆さんこれ知ってる人は分かってるでしょ。むちゃくちゃですよ。 ノルウェーにしてもね、スウェーデンにしてもね、とんでもない状況に陥ってるんですけどもなぜか歩行が素晴らしいってなってくるんですがそもそもですねあの、例えば女性がですよ、これ国会議員とか議員に立候補する人間が少なくてそして当選人数も低いという,こう,いう話がありますねこれね、女性が本当にね、男性と同様にいや立候補したいんだと思ってたくさん出てるんだけども見えない壁があって誰かから妨害されているとね、それなら問題です。私それは じゃならんこですよね。立候補したいって言うんだったら、いや。もう出なさいとで出れる環境を作るべきでしょうね。ところは現実にどうですか？私の周り若い時も今でもそうなんですけども、専業主婦になりたいっていう希望をね。かなりの人が持ってるでしょ。 これ現実じゃないですか働きに行くっつったら「うわ働きなくなくない家にいたいよ」って言ったらどうですか働いてる奥さんたち「羨ましいなうちは共働きだけどさ何だ専業主婦やってんだ」「羨ましいないいなというのがね圧倒的に多いでしょそうでしょ 思いませんかねところがそういうね専業主婦の意見というのは圧殺するんですよこれが左派の皆さんの特徴なんですはい三問ね来週もしっかり見ていきましょう